芸能界が結婚ラッシュですね。あの福山雅治さんとね、あの吹石一恵さんのあれからバーって始まりましたけど、福山さんのね、あの吹石さんへの思いもね、多分強いと思いますけどね、吹石さんのね、あの福山さんへの思いも強いと思いますよ。言ってみればね、あの視聴率を気にするプロデューサーと一緒ですよね。どういうことかわかる？うん、数への思いも強いっつってね。お願いします。もしもあの意味のわからない方いたら手を挙げてくだされば説明の方していきますんでね、大丈夫でしょうかね。まあ爆笑問題の田中さんもね、山口萌さんと結婚しましてね、もう多分続婚だと思うんですよ、田中さんはね。あの言ってみればね、あの責任感の強い政治家と一緒ですよね。うん、有事に萌えないなんて考えらんないっていうね、うん、いやー いいその声いい、もっと他の人も出してもいいんだよ。全然構わないからね。まあ北川景子さんと大悟さんもね、来年結婚するんじゃないかなんて言われてね、これめでたいんですけどね、一個僕引っかかってんですよね。もしも結婚しちゃった場合ね、北川景子さんね、あの本妻なのに大悟夫人って呼ばれちゃうなと思ってね、うん、そんなに引っかかんないかね、うん、あと片岡愛之助さんと藤原紀子さんもね、結婚するんじゃないかっつってね、愛之助さんはちゃんと熊切あさみちゃんとの清算は済んだんですかね、大丈夫なんですかね、いろいろありましたからね。だからあの今回の結婚と、そしてあさみちゃんとのあれも2つの意味で乗り換えたっていうね、そういう流れになってるかなと思いながら。2本目もいい感じ、大丈夫だ。ね、そういう風にやってますけどね。まあだけどね、びっくりしたのが、ロシアでね、93歳のおばあちゃんがスカイダイビングに成功したってニュースがありましてね。93歳ですよ。漫才協会で言ったら内海桂子師匠と同い年ですからね。想像してくださいよ、桂子師匠が私スカイダイビングやってみるって言ったら全員止めますよ。だって師匠やめましょうやめましょうっつってね、いや練習する練習する、いや師匠練習するって稽古は名前だけで十分ですからみたいなね、多分そんなやり取りなんだろうなと思いながらね。ほんで僕もね、高いとこ大嫌いなんですよ。もう大嫌いだからスカイダイビングなんても考えられないですよね。どれくらい無理かっつったらね、2つの意味でだいぶ無理だっていうね。ねずちですね。え、まあそんな話で海外でね、中国で知ってます、あれ、標高1080メートルのところにガラスの橋っていうのが観光名所であってね、観光客その橋をガラスでできてるんですよ。1080メートルのところに亀裂が入ったんですってね。すごくない？観光客は予想以上のスリルを味わったって記事になって、いやそんな悠長なこと書いてる場合じゃないだろうと思ってね。だって自分がね、ガラスの橋って亀裂入ったらおっかないですよ。もう今朝食べた味噌汁みたいなもんですよね。うん、恐怖だなっていうね、そういう感じがするなと思ってね。中国だけにその橋もね、ペキンでね、ペキンって折れちゃうのでね。下手すぎるよ。さすがに今のはひどいよね。確かに。確かにね、あら、もう早速疲れてるよ。確かにが。ねえ、どこまで行ったっけな、話が分かんなくなっちゃいましたけどね。あの知ってます、あの行中検査ってまだやってんですね、小学校でね。でそろそろやめにしないかって言ってんですって。でなんでかって言ったら、引っかかる子がね 1% もいないんですって。もう毎年毎年だから無駄だからやめようって言ってね、昔よくセロハンみたいなペタッとかね、やりましたけどね。あだ言ってみればね、お前知っちゃったなっていうのをこう京都の人が丁寧に言ってるような感じですよね。うん、知りはったっつってね。ねっちですだんだんなんか話がくだらなくなってくるんですよね。僕もね、 YouTube ね、毎日のようにこう今日今やってる漫談のネタなんですけど、これを毎日1個2個ねニュースをアップしてるんですけど、この間ねニュースでやってましたよ、 YouTube で一番儲けてる人年収14億円ですって。すごくないですか、14億円。でこの間うちの事務所の社長に言われたんですよ。あーねず、 YouTube のギャラが入ったよって言うんですね。ああそうですかっつって、半年分で1800円だけど、ね、どうする、いるって言われましてね。1800円かーっつって、うーんでも一応くださいって言ってね、片や14億円で片や1800円ですよ。でバッカバカしい、なんかね、ガンダムのシャーアズナブルみたいなね、あの出世みたいなもんですよね。うん、少佐どころか大佐だったっていうね。めずちですって。まあ最後の話題になりますけど、今イタリアでこついこの間ですよ、ポルノ専門の大学ができたってニュースがあって、これがすごいんですよ。あのね、数十人しか取らないんですけど、願書がね、もう数千人来たっていうぐらい。で何を学ぶかっていうと、これからのその、生産業のノウハウを学びたいっていう人と、ね、あとはそういったポルノの男優とか女優を目指す人がこう願書を送って入試をやったっていうんですよ。ですごい、数十人しか受かんないから超難関じゃないですか。だから学生さんはね、一生懸命本当死ぬ場の狂いでね、命がけで頑張るんだなと思いますよね。ポルノだけに精子をかけて頑張るのかなとか思いながらね。そうなんですよ。
ねえ、でも中にはお堅い人なんかはね、そういう大学を作るのはけしからんなんて言ってね、ちょっといざこざが出るかもしれないですよね。でもしょうがないよね、ボルドーですからね、すったもんだがあるのはしょうがないですから ねでもね、今回の試みはね、俺は頑張ってほしいんですよ。ボルドーだけにね、この試みも成功してほしいですね。エロッチです。いやちょっと下ネタ言ったらどうかなと思ったけど、うん、たまにはいいかなと思いますね。ということで以上ねずっちでした。ありがとうございました。